いいじゃん、行こうよ。うん、見して。はい。温泉か、行けばいいじゃん、連れてってくれるって言うんだし。温泉のパンフレットは見てるだけで楽しいね。俺なんてさ、この間生命保険のパンフレット見せられて。僕も和美さんと同じように命を懸けて頑張らなきゃ、努力しなきゃいけない。僕も。私には分かんないんですか、あの子の気持ち。もう疲れました。あ、タクトのところにも来なかった？あの大学の時の大村、あの聖保行ったやつ。いや、あいつ片っ端から連絡してるみたいで、入ってくれて泣き疲れたよ。入った？うん、だってまだ子供もいないし、結婚すらしてないし、俺なんて死んでも困る人いないもん。病気になった時のために医療保険は必要じゃない？自分のために。めぐちゃん入ってんの？え、パソコン？はい、もしお風呂とか使ってないものがあればちょっと勉強したいなと思って。病気になる予定もないし。ね、ここなんかどう？あると助かるんです。だいぶ前のでよかったらあるんだけど、一応まだ使えるとは思うし。本当ですか？よかった、助かります。ここも大学に行った。署名貼ったまでは。なんだよ、脅かすなよ。